ティグラト・ピレセル三世は古代メソポタミア地方の新アッシリア帝国の王である。弱体化していた新アッシリア帝国の王権を強化するとともに、帝国の軍事、政治システムを大幅に改良して効率化、安定化を図った。アッシリア初となる常備軍を創設し、周辺諸国を攻撃して領土を広げ、アッシリアの最盛期といわれる時代の短所を開いた。 ティグラトピレセル三世は、設計文字表記では、トゥーカル、T-I-A-E-E,、e、R-R-A, アッカド語では、チュークールティアピールエサラであり、その名前トゥクルティアピルエシャラは、我が頼りとするは、エシャラの息子を意味する。ティグラトピレセルは、近等地域の多くの国を従属させた。南では、同じメソポタミア人であるバビロニアとカルデア、そのさらに南では、アラブ、マガン、 メルハ、アラビア半島のディルムン人。南西では、イスラエル、ユダ、ペリシテ、サマルタ、モアブ、エドム、ステアン、ナバテアを屈服させた。北では、ウラルトゥ、アルメニア、コーカサス山脈のスキタイ、国会付近の金メリア、内リが従属した。北西では、ヒッタイト、フルギア、キリキア、コンマゲネ、タバル、 コーデンスとカリアを含む小アジアの東部と南西部。西では、キプロス島のギリシア人とアラム、地中海のフェニキアやカナンの都市国家をも従属させた。東では、ペルシア、メディア、グティウム、マンナエ、シッシアとエラムが服属した。地世の後半には、彼はバビロニア王にもなった。ティグラとピレセル三世は、帝国中において何千人もの人を強制移住させ、 アッシリアの支配に対する反乱の意欲を失わせた。彼は世界史において最も成功した軍事司令官の一人である。アッシリア人が知る世界の大半を彼が生きている間に征服した。紀元前8世紀頃の新アッシリア帝国の王のケーズティグラトピレセル3世の出自は明らかではない。彼が王妃文の中で前任者に触れないことから、 三奪者ではないかとも言われる。王族の血筋であったのかどうかも定かではない。紀元前745年頃に、カルフで何らかの混乱、または反乱が発生し、その結果ティグラとピレセル三世が、あっしり王となった。ティグラとピレセル三世に帰する秘文の中で、彼は自分のことをアダドニラリ三世のことしているが、この主張がどれだけ正しいのか。 そもそもこの碑文そのものが正確かどうかも不明である。彼は内乱の最中、前745年アヤルの月13日に王位を散脱したものと推測されている。切断されたレンガの碑文は、彼はアダドニラリの息子であると述べている。しかし、アッシリアの王名表は、ティグラトピレセル3世をアダドニラリの子である、アッシュルニラリの子としている。これは、 アダド・ニラリ三世をティグラとピレセルの知性の四代前に置き、アッシュル・ニラリを彼の父であると同時に直前の王であったとする王名表と実に矛盾している。リストは続き、シャルマネセル三世とアッシュル・ダン三世が兄弟であり、そして彼らはアダド・ニラリの息子であるとも述べている。アッシュル・ニラリはアダド・ニラリの息子であると述べており、シャルマネセル三世や アッシュル・ダン・三世と兄弟であることを示唆している。アッシュリアの記録において、アダド・ニラリに関する情報は、とても少なく、そして、シャルマネセル・三世や、アッシュル・ダン・三世については、ない。意義深いことには、1894年に、テルアブタで、ティグラ・トピレセルの名前を、シャルマネセルの名前の上にさらに刻んである、アラバスター製の石碑が発見された。 シャルマネセルはアダドニラリの後継者であり、そしてティグラトピレセルの三代前の王である。この発見は前述したシャルマネセル三世とアッシュルダン三世に関する情報の空白につながる。このことはティグラトピレセル三世は王位三立者であったことを強く示唆する。そしておそらく彼は彼の直前の三代の王、アッシュルニラリ五世とシャルマネセル三世。 アッシュル・ダン・三世の記録を消したのであろう。アッシュリ・ア学の権威ダニエル・デイビッド・ラッケンビールは、そのレンガの秘文について論評して、次のように書いた。我々は、これらの文書が、ティグラトピレセル・三世に記するものだと、今でもなお決めつける過ちを犯すのだろうか。バビロンにおいて別れはプル。その息子は、ウラルエウと呼ばれた。ティグラトピレセル・三世をプルオとするのは、この他に、 トルコのインシュルリにおける、フェニキアの碑文第五行があり、そこには、と書かれている。聖書学の教授、メアリー・キャサリン・ワイ・エイチ・ホムは、こう述べる。ティグラとピレセル三世をプルと呼ぶものは稀で、時期も遅い。それと同時に、バビロニアとアッシリアの両方における、同時代、またはほぼ同時代の文書、王自身の碑文、アッシリアの王名表と名祖表。 バビロン出土の彼の治世中の経済文書、そしてバビロニア年代記ではすべて彼をティグラトピレセルとしている。さらに言えば、プルはアッシリアではよくある名前であり、このことからすると、プルはティグラトピレセル三世の特別な名前ではない、可能性は高い。正確にどのように、そしていつ、プルという名前がティグラトピレセル三世と関連付けられたのか。 結論づけることはできない。その関係は相対的に遅い時期に起きたようだと慎重に推論を進める人もおり、その時期はバビロニア欧米表映が作られた時期とする。その関連そのものについては、プルがティグラトピレセル三世紀の名前の二つ目の構成要素から生まれた愛称だとするのは魅力的な仮説に留まっている。その名を、 ティグラトピレセル三世とする使い方は、おそらく後世におけるアッシリア王への称号であり、列王記下15時19分におけるプルの使用は時代錯誤だ。ティグラトピレセル三世の像。ニムルドにあった王の宮殿から出土したアラバスターの浅浮彫り敵の上に立つティグラトピレセル三世。ニムルドの中央宮殿から出土した浅浮彫り。 ティグラとピレセル3世は大いに上るにあたり、アッシリア国家のいくつかの分野において改革を実施し、それによって均等におけるアッシリアの派遣をおそらく再生させた。最初の改革にはアッシリアの交換の権力を制限することが含まれていた。これらの交換の行為は彼の前任者の知性において旅を越すようになっていた。シャムシールは アダドニラリ3世の時代からタルタンにして突出した交換だったが、しばしば自分自身の遠征軍を率い、彼ら自身の記念碑を建て、王には全く言及しないこともよくあった。ティグラトピレセル3世の最も初期の碑文から彼は、定期的に俗州の知事へ観官を任命したことについて言及している。この処置は、州政府が帝国の問題になる恐れを取り除いた。また、 彼は、属州の大きさを小さくすることで交換の権力を減らすことに努めた。これにより彼らの基盤を弱め、反乱を起こす意欲を削いだ。後には、属州の数も、知事の数も多くなり、知事一人当たりの権力は小さくなった。また、サンムラマート以来強まっていた官,官の権限を弱体化させた。二つ目の改革は、軍だった。 通常、夏しか遠征できないアッシリア奇数の大軍の代わりに、ティグラトピレセル3世は大量の非政府組を軍隊に組み入れ、多くの外国人部隊を追加した。この部隊は主に軽装不評を構成した。また、おそらく同時期に越平用の砦も建設している。その一方で、純粋なアッシリア人は、騎兵、重装不評戦車部隊を構成した。 ティグラトピレセル3世の軍事改革の結果、アッシリア帝国は1年を通じて遠征できる非常に大規模化した軍隊を備えるようになった。もっとも、騎兵隊と戦車隊の追加は、そもそもは北方に潜む遊牧民たちに対抗するための努力の結果によるものだった。遊牧民たちは騎兵と原始的な戦車を用い、時に アッシリア帝国北方の植民地に侵入してきた。その速度に対抗するために、アッシリア軍も、また、騎兵部隊を用いるようになっていった。おそらく、トルコにあったウという名の町を包囲するティグラトピレセル3世、ティグラトピレセル3世の軍事改革、軍事遠征と征服の結果、均等におけるアッシリアの国力は、とてつもなく増大した。報じするように、 彼は、ほぼ全方位を目指して、遠征を繰り返した。ティグラト・ピレセル三世の公式秘文によると、彼の前任者たちが普通に言ったように、住民の大半は奴隷にされ、アッシリア帝国内の他の土地へと移住させられた。方位戦に際しては、捕らえた兵士や指導者は処刑され、その死体は悔いにさらされた。サルズリに正当地下のウラルト王国の派遣は、小アジア。 西部イランとシリアにまで及んでいた。ティグラト・ピレセル3世は、紀元前745年のうちに、イラン高原西部の部族を攻撃して、これを服属させ、その後、アッシリアに対する同盟を結んでいた、ウラルト王国並びに、シリアの小王国と戦い、紀元前743年に、ウラルト軍を破った。ティグラト・ピレセル3世は、ウラルトにおいて眼見な馬を手に入れ、 これを戦車部隊で用いた。紀元前737年と736年、ティグラトピレセル3世は再びイランを目指した。紀元前736年にウラルト王国の首都版を攻撃して、これを陥落させて領土に編入したほか、彼はメディア、パルティア、ペルシアを征服し、イラン西部の大半を占領した。紀元前742年に、 シリア地方の同盟諸国の中心であったアルパドを攻撃した。3年間の包囲戦の後に、紀元前740年には、アルパドを占領し、属州として併合したほか、ハマトを属国とした。紀元前740年のアッシリアの碑文では、彼の治世第5年、ユダの王、アザルヤへの勝利を記録している。ウジ屋の業績は、旧約聖書の歴代史下第26章に、 記されている。紀元前738年にはイスラエル王国に侵攻し、周辺諸国も威圧してユダ王国やダマスコに孔能させた。紀元前734年にはエジプトに近いガザに進軍したが、その最中に孔能国であったイスラエル王国やダマスコ等が反アッシリアの同盟を結んで反乱を起こした。 ユダ王国の王アハズは、親アッシリア政策を取リコの同盟に参加しなかったため、イスラエルとダマスコは、ユダ王国を攻撃した。これに対してアハズが、ダマスコ攻撃をアッシリアに要請してきたため、ティグラトピレセル三世は、紀元前732年に再び、ダマスコを攻撃してその王列印を倒し、これを完全に征服して、シュートした。このか。 ティグラトピレセル三世は、女王、ザビベが治めるアラブ、イスラエルのメナヘムも服従させ、彼らは皆、アッシリアに功能するようになった。また、シナイ半島の諸部族にまで功能を犯した。王に着くと、彼は、バビロニアのアッシリアへの併合を主張した。対象は、ドゥルクリガルズからシャマシュのしっぱる、ビロニアの都市、帝、以イ外イの岸沿いのウクヌ川までとされた。 紀元前731年と紀元前729年にはバビロニアに遠征してナブウムキンゼリを捕らえてバビロンの統治権を確保し自らバビロニア王となって支配下に組み入れた統治者として彼は官岸を配置した前8世紀におけるアッシリア帝国の中心部分紀元前783年にアダド・ニラリ三世が死んだ後アッシリアは 不安定かつ衰退の時代を迎え、かつての属国と新興国に対する総主権を失った。ティグラト・ピレセル三世によるイスラエルの征服と強制移住を示した地図。ティグラト・ピレセル三世は帝国中の何千人もの人々を強制移住させてアッシリアに対する反乱の意欲を失わせた。聖書にはティグラト・ピレセル三世が イスラエル王メナヘム2000キュカルの銀を要求し、その後、ペカの時代に攻めてきて、住民を連れ去ったことが記されている。ペカは、ユダ王アハズに対抗するため、アラムの王、レツインと同盟した。アハズはこれに対応するために、アッシリア王に、神殿の金銀を提供して、支援を求めた。ティグラとピレセル三世は素早く反応した。最初に彼は、軍を、 地中海溝騎士沿いに南下させ、エジプトに至る道中にある町々を占領した。これは、敵が海に出る道を塞ぐものだった。この作戦が完了すると、彼は北イスラエル王国に戻り、その軍を壊滅させ、ルベン族、ガド族、マナセ族の人々をヘラ、ハボル、ハラ、ゴザン側へと強制移住させた。その後、ティグラとピレセル三世は、ペカの代わりに、ホシェアを、 北イスラエル王にした。彼はさらに北と西に進んで、アラムを荒らし、ダマスカスを奪い、アラムの王、レチンを処刑し、生き残った住民をキルに強制移住させて、この大規模な遠征を終えた。これ以外に、ユダを愛ハズがアッシシリアとの同盟から得た利益は、なかった、ラクダ騎兵との戦闘を描いているアッシシリアの浮き彫り。カルフニアルティグラとピレセル三世の中央宮殿から、出土。 紀元前728年、大英博物館修造。ティグラト・ピレセル三世の征服と改革は、新アッシリア帝国を強固なものへと変え、それは帝国の将来の青写真とでも言うべきものだった。彼は、カルフに宮殿を建てたが、後にエサルハドンによって解体された。彼は、宮殿を飾る石板に、彼の軍事的業績を、 朝浮き彫りにして描かせ、そこに自分の年代記をも彫らせた。紀元前727年に彼が死んだ後、州長官を務めていた息子のウラルユが王いを継ぎ、シャルマナセル五世と名乗った。彼はレバント地方をさらに遠くまで攻め、エジプトを破り、サマリアを占領した。ありがとうございます。